はい、おっちゃんです。ESO 版、スカイリム、AE、今回は、流出の洞窟ですね。流出の洞窟。これ新しいダンジョン。AE で追加された新しいダンジョンということで、今日はここで遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。というわけで、早速入っていきます。ではでは、さてさて、どんなとこなのか。何か新素材取れたりはしない感じですね。お、鍵が必要。開かないんだね。こっち側か。しょ。おったおった。ドワーフ系の場所か。ドワーフ系の場所ですね。あ、どうもどうも、ちょうちょさん、どうもどうも。あれ、待ってくださいね。あれ。ああ、そっかそっかそっか。ごめんなさいね。OBS の設定の方で。まあ、いっか。さて、ここの橋が上がってるんですね。ここの橋が上がってるから、こっち側に行ってみたいなと思います。有名女優の流出ビデオだと。おお、有名女優の流出ビデオ。どうもどうも、ハゲノブシさん、どうもどうも。ヒロさん、こんばんは。どうもどうも、ヒロさん、こんばんは。今日は AE で追加された新しい特殊なダンジョンに遊びに来てました。雲の足音が。よしと。うん。なんかいろいろなくなってますね。中なんて聞いてますね。おー、はいはい。宇宙。
おっと、あそこにいらっしゃるね。よしと。アイリムのおかげでだいぶ一人称にも慣れてきている。なんだこれ、何かありそうだね。何もないか。何もない感じ。おお、おお、やめてよ、やめてよ、変な溝に落ちるのはやめてよ。あれ、に落ちて出れなくなるのは勘弁だよ。スカイリムあるある、出れないところに落ちる。よし、出れた。ははい。気をつけないとね。あ、そっかそっか、ドワーフのところってことはドワーフのボルトを使えるから。ドワーフのボルトを使っていけるね、これね。よしと。ボルト補充しながらいけるからね。一体どんな洞窟なんだろう。あれ？あ、さっきのとこ戻ってきちゃった。さっきのとこ戻ってきたね。これを下げなきゃいけないんだね。
そう。よいしょ。さあ、慎重に進んでいきましょう。慎重に、慎重に。笑い男さん、こんばんは。あ、どうもどうも、笑い男さん、どうもどうも、こんばんは。今日は流出の洞窟来てました。AE でアップデートされた新しい洞窟ですね。よいしょ。おお。さっき見たね。ここじゃないのかな。違うとこに来ちゃった感じ。さあ、開始早々迷子です。開始早々、開始早々迷子のおっちゃん。自分も人生迷子なんで一緒ですな。笑それは一大事だ、それは一大事だ。あ、クエストを受けてくるの忘れた。一旦外出ようか。クエストを受けてくるの忘れた。外でクエストあったんだね。すっかり忘れてた。まずはこれですね。ドワーフの馬、このクエストを受けてスタートということで入っていきたいと思いますよ。これにチェックを入れて、あら、
さて、注意深く見ていきましょう。見逃しないようにね。何もないね。レバーで動くタイプのあれですね。ワークのボルトありがたい。ヒロさん、電気マッサージが気持ちよくて寝そう。気持ちよくて寝そう。いいですね。どっかにレバー的なものがあるのかな。いきなりスケルトンもいた。うん。何もなさげだね。
この傭兵は特に関係のない傭兵？関係のない傭兵？からこっち側に行ったでしょ。ここに何もないね。ここは開くのかな？無人。特に何もない。こう下っていきましょうか。こう上は何もないもんね。何もないもんね。よし、下っていきましょう。嫌な予感がする。そこにいるね。おお、ウサギ動いた。あ、そんなに動かれたら赤字っすよ。ああ、またこっちか。くそー。よし。画面がちらついてる。画面がちらついてるよ。残ってっちゃったね。あら、行く場所がいっぱいあるよ。場所がいっぱいだね。うん、向こう側を下ろさなきゃないんだね。向こう側を下ろさなきゃいけない。これはどこに？このレバーはいずこに？これか。
おう。あら。なかなかいい感じですね。お、こいつは。くらえ。3倍ダメージをくらえ。うさ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 。うさうさうさ。お、鍵を手に入れたよ。なんか落ちてた。ドワーフのインゴットくらいかな？くらいかな？他には何もなし。どうしたどうした。どうしたどうした。一体何があったんだこの人たちは。まあスルーしていきましょう。おりゃ。お、またレバーだ。ん？ここは何もないね。おお。このレバーか。このレバーを。出せ。
これか。このレバーを押して。入り口のさっきのレバーでいいのかな。できたできた。あ、ここ渡っていきましょう。ドワーフのボルトをいただきます。ドワーフのボルトをいただきます。光ります。さて、なんだ、いろいろあるね。いろいろあるけど、特に持ち帰るものはない。感じですね。なんかちょいちょいなくなってるんだけど。
ょいちょい人が亡くなってるんだけど、大丈夫？このダンジョン。ちょいちょい人が亡くなってるよ。行きましょう。どんどんね。何やら変な音がするぞ。どれどれ、このまんま感じかな。誰かいるね。よしと。だねー。あ、これここに戻ってくんだ。ここに戻ってくんだ。ああ、なるほど、なるほど。どうだ、こっちか。なんかすごい爆発音がするんだけど。大丈夫？なんかクエストが開始したよ。いきなりクエストが開始したけど大丈夫？お？
おお。雷が落ちてんのか。どうしたどうした。調べる。なんて素晴らしいの。ドワーフの王冠。ドワーフの王冠を手に入れる。いろいろ一気にいろいろいろんなものが出てきたよ。とりあえずいろいろ向こうにしろってことね。そっか。で入り口がいろいろあるから片っ端から行けと。いうことですね、これはね。これが春か。春から行くか。ここが一番端っこ。違わない。分かんなくならないように端っこの入り口から行きたいね。ないね。よし。あら。さてさて。ごめんなさい、ちょっとポポさんおやつの時間だ。ポポさんおやつの時間だ。ちょっと一旦少々お待ちください。そうだ、忘れてたね。大事なおやつの時間だ。しばらくお待ちください。はい、戻りました。よしと。またご遺体がある。あるのね。おお、早速いるじゃん。ああ、なるほどね。こいつを倒すとここが開くんだ。
まあ、とりあえず片っ端から倒していけよっていう話か。単純明快でいいね。わかりやすい。一匹いるね。まあ、まあがいた。まあが。にいるぞ。危ない危ない危ない。か、いいのかな。何か嫌な予感がするわ。嫌な予感がするって。
よし、ここも開いたし、こっからああこれだね。なるほどなるほど。なるほどね。この鍵ってなんだろう。ね。ここの鍵がわからないね。もしかして敵が持ってたのかな。敵のご遺体ちょっと調べていこうか。敵が持ってた可能性もあるね。出た可能性もあるね。はいはいはい。ここ怪しいね、ここね、最後のところね。おー、鍵持ってた。こいつか。お前か、持ってたのは。鍵を持ってたのはお前か。
だって。オッケー。いこう。お？お？これは何？これを取りに来させられてたんだよね。ここは一体何エリアなんだ？あ、違う。また迷子になってるよ。ちゃんの迷子物語。出て、こう行くと外出ちゃうね。
あれ、ドワーフのハエがわからん。ドワーフのハエはどこにあるの？ドワーフのハエはどこにあるの？これを持ち帰らなければいけない。ドワーフのハエはどこにあるの？取り逃しちゃってる？入ってないね。おお、あった。ここにあったのか。やったぜやったぜ。ああ、ここに降りちゃ、すぐ降りちゃってたね。この手前にあったんだね。手前にあったんだね。どうよ。そう。次は冬ですね。
うん、よっこいしょ、登れ登れ。どんどん登れ。アスラン登れ。とにかく登れ。まだまだ登れ。ラスト。うわ、随分高いとこ来たね。大丈夫？あ、大丈夫だ。大丈夫だ。なるほどね、なるほどね。よいしょ。おお。ほうほうほう。なるほどなるほど。ここを登って、
オッケー。降りたり激しいな。ここか。なるほどなるほど。ここか。ここで。よしと。よっ、一緒と。
よいしょ。さてさて、ドロモン取ったし、あとはこことはおさらばですね。ドロモン取ったから、ここはおさらば。次は何だろうね。あと残ってんのが秋と夏、春冬が終わったから。もう比較的簡単でしたね、さっきと比べるとね。簡単な場所でござんした。冬は若干簡単だったな。あとはここを下っていって、ここか。ここから外に出る。やっとですね。秋ですね。秋、うん、さあ、お、秋のメモ。集めて保管庫にしまう。3発も使っちゃった。あ、この色付きのやつかな。色付きの、何かしらこのものを集めろってことかな。
矢印だ。あ、ドワーフのパーツここにあるんだ。小麦を取ってるから。お、矢印が。どういった矢印。当たった。注射やる気満々でいいね。これが望みでしょ。あとは頭がないね。
頭あったうん、ここも楽だったね。まあ取り忘れがなければだけど、取り忘れがありそうだけど、秋の仮面取ってないでしょ。まだじゃん。秋の仮面取ってないでしょ。簡単でしたとか言ってる場合じゃないよ。秋の仮面取ってないよ。秋の仮面。なんか横に入りそうな場所あったよね。あったあった。ね。あ、これもすんなり取らせてくれるんだ。秋は優しいね。あとは夏だけかな。
あら、お亡くなりになってる。よくしょおいよ雷鳴がすごいよ。あ、ラストの夏。制御棒を使って間をいたらかんたら。ヒロさん、本当に治療中寝落ちしてた寝落ちしてた、寝落ちしちゃってた。あー、このとこに雲が来るんだね。なるほどね。すぐ後ろにいますよ。ここで見張って。ここで待ってて。ヒロさん、今から帰るんでまた聞いてますね。はいはい。気をつけて。気をつけてね。あー、こういうことか。これを誘導していくんだ。なるほどね。なるほどなるほど。
とりあえずまっすぐ。あれも敵違うか。こっち行ってみようか。来てないし、来てないし、そこに2体いるね。だけかな。お宝ゲット。
いや、これ時間かかりそうだわ。次はでこっち行ってみようか。壊された雲。マジか。ホンダトラップだな。どこだっけ。あ、頑張れ。よいしょ。いいだね。
どこだ？あ、ここ今来た。まだ行ってないとこあるね。ここ行ってないね。ナイス。なんか宝だ。
ここは大丈夫？完了だ。これで全部 OK だね。完了したら、どうするんだい？出発しますか？ご命令のままに、我が重視殿。これで OK かな？お、誰かいる。バンシー、ついにバンシー購入。
50% オフのシール貼られてたから5000円でお釣り来た。おお、よかったよかった。 20% オフはでかいですよね。ヒロさん、ラスト1個ずっと売れ残ってたんだな。あー、行くぜー。何か嫌な予感がするわ。そう。その結界ん？これだけかな？これだけかな？あ、季節の変更。新しい島。やった。お、ドワーフの馬だ。メカホース。メカホース。やったぜ。これから僕のやつを作らなきゃいけないんだね。メカホース帰ってきたよ。いろんなところから煙、蒸気出てるけど大丈夫？大丈夫？ドワーフの
交換。パワー紐が必要なんだね。パワー紐が必要なんだね。冬の王冠がスタミナ40増加して片手武器とダメージが増える。両手武器増える。春が体力50増加して軽装スキルが増える。秋が魔術力が増える。魔法使い用か。これ冬だね。お、完了。完了です。これで全て完了ですね。ヒロさん、帰宅したんで一旦落ちますね。お、はいはい。ありがとうございます。ゆっくりしてください。ああ、というわけで、ドワーフの。ジェリコさん、こそと見てます。ああ、どうも。ドワーフの馬と、ドワーフの王冠。それから、まあ、あと、替えのマスクね。春と秋の。なんで夏がないんだろうね、これね。それから季節の結界と。うん。という装備を手に入れました。というわけで、よいしょ。なんだっけ、流出の洞窟？ジェリコさん、仕事でお客様から電話来たりして無言落ちするかもなので。その時はすみませんです。おお、いえ、もう終わるので大丈夫ですよ。ちょうど終わる時だったんだね。というわけで、スカイリム AE の新ダンジョン、流出の洞窟ですね。これ、無事クリアということで、この辺で終わりにしたいと思います。まあ、かなりのボリュームのダンジョンだったんでね。2時間ぐらいかかりましたけども。けど、ね、ドワーフの馬も手に入るし、装備品も手に入るし、あと新しい魔法ね、季節のなんたら。これ何の魔法かよくわかんないんですけど。なんかわかんないけど。ん？どこ行った？まあどっかにあるでしょ。まあその新しい魔法も手に入りつつ、ということなんで、なかなか楽しかったですね。あと、特殊なギミックが多かったんでね。特殊なギミックが多いね、ダンジョン。まあ、スカイリムでは珍しいんで、あそこまで多いのはね。うん。まあ、そんな感じで、この辺で終わりにしたいと思います。お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた、お疲れ様でした。ではでは。